シェアできるかどうかえーとオリジナルサウンドます <laughs> 一,一応今10時になりましたけれども何人かまだあの参加するあの方をお待ちしておりますので少々お待ちください。 はい。そろそろ始めたいと思います。はい。本日は朝早くから、シカゴ日本人会主催に2022年健康ウェビナーにご参加ありがとうございます。うん、進行役、またモディレーターを詰めさせていただきます。私、シカゴ日本人会の理事、桃山と申します。ルーリーヘルスケアの内科でもあります。 今回のセミナーは男性更年期です。今回のセミナーは60分を予定しております。本日はシカゴ在住、お部屋空港でご活躍の方をゲストとしてお招きしています。藤森弘恵さんはチェブラ高更年期サポートをする NPO 団体の講師です。今回のセミナーは男性更年期を あの題として始めてめいただきます更年期といえば女性の40後半から50を表しますが更年期は女性の体の変化の時期ですけれども男性にも同じような変化があるということはご存知でしょうかお互いの体の変化の状況状態をよりよく知ることによって助け合いやあの理解を招く良い関係を 気づくことがきっかけとなるでしょう。そして、こうして、この更年期をうまく乗り越えられることをお話ししていただきたいと思います。この中でなかなか聞けない、話せない、話す相手がない中、とてもためになるお話を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして、本日は、そのフォローとして Q&A を設けておりますので、そちらの方に、あの、 皆さんのあの質問をお答えしたいと思います。匿名であのお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。 本日のゲストですね、すいませんです。はい、こちら Q&A というところにあの質問を入れてください。はい、では藤森さんよろしくお願いします。はい、お願いします。 皆さんおはようございます NPO 法人チェブラ認定高年期ライフデザインファシリテーターの藤森博恵です本日はお忙しい中をお集まりいただきまして本当にありがとうございます私どもは高年期の情報と体のケアについてお伝えするという活動を行っています 突然なんですが、男性更年期と聞いて、どのようなイメージをお持ちですかえ、そんなの男性にあったの女性特有のものじゃなかったのとおっしゃる方も多くいらっしゃると思います。また、更年期と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうかイライラする、急に汗をかく、不安定であると、とてもネガティブなイメージが強いのではないでしょうか 英語では The Change of Life of とと表現されるることもあるんですね人生の中の転機として前向きに捉えられているわけなんです私どものこの団体名も心と体に向き合うそんなチャンスにしていってほしいという願いを込めて「Change of Life から「チェブラ」と名付けてこの活動を行っています 私のことも少し紹介させてください。現在55歳です。3人のティーンエイジャーの母親でもあります。シカゴ国際空港をベースにしてフライトアテンダントとして普段は仕事をしています。私の後年期を少し振り返ってみますと、人生の中で最も忙しい時期を過ごしていたというふうに思うんですね。しかし、か えいやで通り抜けてしまったっていうところが反省点として残っていますもう無知がなせる技なんですね、えー、やはり正しい知識を持っていたならまた正しい知識を教えてくれるコミュニティを知っていたなら私の人生はより軽やかでもっと自分らしい人生になっていたのではないかと思うわけなんですね、うん やはりえご自身だけではなくてパートナー、ご家族、ご友人また会社の同僚の方々皆さんに正しい知識を知っていただいて正しい知識を教えるコミュニティを知っていただくそしてより良いえ軽やかな人生を自分で作っていけるそんな人たちを1人でも多く増やしたくてこの活動を続けています。 本日も聞いていただいている方、どうかパートナーの方が近くにいらっしゃったら一緒に聞いていただく、お友達がいらっしゃったら一緒に聞いていただく、男性だけではなく女性も一緒に、女性だけではなく男性も一緒に聞いていただければとってもあ嬉しいと思います。では早速ですが次、次のところを見てください。あ はい、この表を見ていただけますかこれは何を表す表かわかりますでしょうか横軸軸がが年齢、縦にによる性ホルモンのの変化のグラフになっています赤で書いてあるのが女性の中の女性ホルモン青で書いてあるのが男性の中の男性ホルモンの値を書いています 今日は男性更年期の構造ですので、男性から先に見ていきましょう。男性ホルモン10代前半からぐぐぐぐぐと分泌していきます。そして長い間高い数値を保ちながら分泌を順調にしていきます。 そして緩やかに低下をしていくというのが男性ホルモンなんですね70歳の時点でも20歳の頃の半分の男性ホルモン分泌しているわけなんですなので70歳になっても男性は赤ちゃんを作ることができるっていうのはこのことからなんですね男性の更年期は実は女性の10年後 55歳から65歳の間に最も男性更年期症状が出やすいと言われている時期になっていますしかし男性年齢が30代っていう比較的若い年齢の時であっても過度なストレスがかかった時睡眠不足が続いた時など男性ホルモンは急にて、えー、低迷してしまいます 低下してしてままいます。その時には男性更年期症状というものが現れるというふうに言われているわけなんです次に女性です女性も従内前半からグググググッと女性ホルモン分泌していきますえ個人差はありますが二十歳から35歳ぐらいまでは順調に分泌をされていきます 35歳ぐらいから徐々に低下していき45歳を過ぎた頃には急な坂道を転がり落ちるように低下していき60歳を過ぎた頃にはほぼゼロになるというのが女性ホルモンの変化なんですね。女性にはとというししっかりとした軸がある 女性の更年期いつなのかというとこの平型の前後10年を指します日本人の、えー、女性の平,型の平均年齢は50歳過ぎと言われていますのでおおよそ45歳から55歳を女性の更年期というふうに呼んでいるわけなんです。それでは次を見ていただきましょう。 そしてて男性更年期の特徴についてです。まずは男性更年期障害っていう名前名称を聞かれたことがあるかもしれません老症候群というふうにも呼ばれたりするんですね男性ホルモンが体の中から低下していってその時にさまざまな心や体の不調が現れるというのが更年期症状 その症状が生活にも支障をきたしてしまうというのが更年期障害というふうに呼んでいます、えー、女性の場合はですね閉経というはっきりとした支障があると申し上げましたその、えー、名称を、えー、目のポーズというふうに呼んでいますね目のが月経でポーズが止まってしまう目のポーズ閉経を指したり更年女性の更年期を指しますそれに対して男性の更年期 男性ホルモンが低下してていいいいくとととうううことでアンンドロポーズというふうに呼ばれています男性ホルモンテストステロンと呼ばれますよねしかしそれを総称してアンドロゲンと呼ぶんですねアンドロゲンの低下によるものということでアンドロポーズと呼ばれています男性更年期の特徴なんですがスタートの区切りがないので分かりにくい。 月経がありませんので閉経もありません。なのでいつそのような時期が始まっているのかっていうようなことがわかりにくいですね。そして悩みを打ち明ける場所がない不安の行き場がないというふうになっていますが女性はですね体の不調をお友達とか試合の方にお話ししてそう,そうそうそうだよねと共感を得るのが 得意な方が多くいらっしゃいますしかし男性は体の不調なかなか人には打ち明けないという特徴があるわけなんですね。またジェンダー差別というものがあるというふうにも言われていますが今の50代60代の方っていうのは小さい時から男の子は泣いてはいけない男の子は、えー、弱音を吐くんじゃない。 男の子は大きくなってお金を稼いでこれなければ価値がないっていうふうに言われた方がたくさんいらっしゃるじゃないかと思うんですね大きくなってから体に不調が出た時に仕事がうまくはかどらない仕事に行けなくなってしまったっていうようなことが起こった時に自分にはもう価値がないもうダメなんだっていうふうに自分を責めてしまうという傾向もあるわけなんですね。 男性の更年期症状実は女性の更年期症状とほぼ変わりはありませんしかし特徴の一つにうつ症状が強く出るという特徴があるわけなんです、えー、残念なことに日本人の自殺者は年間2万数千人に及ぶと言われていますすみませんこの資料がが、万万。となっていますが年間2万 数千人に及ぶと言われていますその中で男性更年期にある男性がその5分の1を占めるという事実があるんですね。えー、それから2つ目には、えー、勃起障害 ED が起こるという特徴があります、えー、と早朝勃起っていうのは自分で自覚できる健康のバロメーターになります。 女性の生理と同じですね。女性も過度なストレスがかかった時や疲れている時っていうのは。 女性の月経周期が変わっていったり止まってしまったりということが起こります。これは妊娠をする前に自分の体を守りましょうということで起こってくるわけです。男性もですね早朝おぼけというのは本当にすぐに自覚できる健康のバロメーターです。どうか軽んじないようにしていただきたいと思います。では一体男性ホルモン。 どんな役割を体の中でしているんでしょうか小学校や、えー、中学校の時に、えー、健康、えー、自分のですね、保健体育の時間で男性ホルモンは男性らしい体を作るホルモンって習った方いらっしゃるかもしれませんしかしそれだけではないんですね精子を作ったり性機能を高めてくれたり発毛であったり筋肉を作ったり 骨を強くしたり、そして血を作ったりというような役割をしています。それから記,、えー、記憶であるとか認知ですね、脳の機能を保つのにもとっても役立ってくれています。 気分であったりとか、えー、認知力循環器とありますが気分ですねこれ、えー、社会性ホルモンとも呼ばれていて社会とのつながりをとってもあうまくしたり社交性であったりリーダーシップを発揮したりっていう役割もあるんですねそして循環器系にもとっても役に立っているホルモンです男性の心と体生命を左右する重要な ホルモンとも言えるわけなんです男性ホルモン分泌のメカニズムについてお話ししていきましょうこのシステムを知っていると不調があったときなんだかこういうことで起こっているのねっていうことが理解できると思いますそうすれば自分の体や心に起こっている現象を客観視してみることができると思いますので説明していきましょう 体の中から男性ホルモンが低下していくと脳の飛翔部というところから男性ホルモン分泌してくださいという指令が出されますすると精巣から男性ホルモンは生産されて分泌されて分泌されていきますすると男性ホルモン分泌しましたというレポートが脳の方に伝達されます これが一連の流れでフィードバックがうまくいっている状態っていうふうになっていますしかし男性ホルモンが体から減っていて非常核から「男性ホルモン分別してください」と指令が出されても機能が低下している精巣で精巣からはちょろっとしか男性ホルモンが出せないっていうことになると今度は「男性ホルモン分別しました」という指令を レポートをもううげなくなくってしまうんですねするとこの脳の飛翔株がパニックを起こしてしまうんですパニックを起こした脳は私たちの自律神経を乱してしまうわけなんですこの脳の中の飛翔株私たちの自律神経を司る部分でもあるわけなんですねこの精巣で分泌される男性ホルモン 実はそこの生,がの生産が止まってしまうと今度は副腎という臓器が活性化されてホルモン男性ホルモンがそこから分泌されるということが分かっていますそして老症候群男性更年期障害とはどういうものがあるんでしょうかまずは勃起機能の質と頻度 とりわけ夜間睡眠時の勃起の減退というものが起こってきたりします。知的活動の低下であったりとか疲労感疲れがずっと取れないとかこう,うつな気分短期になってすぐにあの起こってしまったりというような気分の変調が起こってきたりしますそして睡眠障害眠れないというこの障害ですね。 それから筋肉の低下によって体重が減少してしまったりまた反対に内臓脂肪の増加が起こってきたり体毛と皮膚の変化とありますが髪の毛が薄くなっていったりとか皮膚ですね手足や体全体が非常に乾燥してかゆくてかゆくてしょうがないっていうような現象が起こってきたりもします。 また骨粗しょう症に伴う骨折のリスクが上がってくるということがありますそこでですねそういう症状を少しでも緩和できるというところで運動がありますこのチェブラ体操をこれから紹介していきましょうまずは自律神経を整える 呼吸法をご紹介いたしますこれ座ったままでもできますのでどうか一緒にやっていきましょう腹式呼吸を使いながら首の根っこを動かして自律神経を整えるというこの体操なんですねまずは両手を腹式呼吸がわかるようにお腹の上に置いてください 鼻から息を吸って斜め上を向いてお腹ぷくっと膨らませます今度は口からスーッと長く細く息を吐きながら顎ををぐっと引いていきますこの時下を向くのではなくて顎ををぐっと引いて二重顎を作るような感じにしていきますもう一度いきます鼻から息を吸って斜め上を向いてお腹ぷくっと膨らませます今度は口からスーッと と細く長く息を吐きながら顎をグーっと引いていきます。あと一回、鼻から鼻から息を吸って斜め上を向いてお腹プクッと膨らませます。口からスーッと息を吐きながら顎をグーっと引いていきます。はい、普通呼吸に戻してください。 リラックスしたっていう感じ感じていただけましたでしょうかこれですね短期間で質のいいリラックス効果を得ることができますまた質の高い睡眠に入ることができるようになりますベッドの上で横になったままでこの体操を行ってもらうこともできますぜひ試しに使ってみてください次に肩こり解消法です 日本人の悩める症状ナンパーワン、これが肩こりなんですね肩こりのポイントとなる骨はただ一つ肩甲骨なんです肩甲骨どこにあるかわかりますでしょうか右手の手の甲を腰に当ててください左手でポコッと背中に出ている骨を探してみてくださいそれが肩甲骨になります肩甲骨の裏側に指は入りますでしょうか 指の関節第1関節から第2関節くらいまで入れば流れがとってもいいという状態になりますが指が入らないとおっしゃる方も多くいらっしゃると思いますこれは肩甲骨周りの老廃物が溜まっていたりもう肩が凝っていて筋肉が硬くなっていてもう指が入らないということになっているということになりますそれでは今からほぐしていきましょう 両手を肩の上に乗せてくださいそして肘で前回しに円を描くように前回しに肘を回していきますその時ゴリゴリゴリという音が鳴る方いらっしゃると思いますこれは老廃物の音ですしっかり回していきましょう今度は反対側後ろ向きに肘で大きく円を描くように 後ろ向きに回していきましょう。だんだん肩がもうきつくなってきたっておっしゃる方いらっしゃると思います。肩の三角筋のところを鍛えていくと肩こり知らずになると言われていますので、しっかり回していきましょう。はい、オッケーです。今度は手両手を前に出していただき、手の甲と甲を合わせます。 今度は手のひらと手のひらを合わしてください。この手を頭の上に持ち上げますが、肩が痛い人は無理をしないでください。このまま上に持っていき、もっとできる方は頭をくるぐらせて、後頭部で二の腕を押すような感じにしてください。このまま10秒ホールドします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、OK です。 いかかがですか流れたという感じ感じていただけましたでしょうか何をやっていたのかというとこの腕を回すことによって老廃物を浮かせていたわけなんですこのポーズをとることによって首の付け根で血流を少し止めていたということなんですねそして手を離すことによっていつもより長い強い勢いで血流を流していた その時に浮かした老廃物を一緒に根こそぎ流したということを行っていたわけなんです是非これですね重い荷物を持った時とか同じ姿勢をとってしまった時などですね一度やってみてください次に集中力アップの体操についてご説明をしますその時に使う筋肉が 強さ乳突筋筋という筋肉です。首を横にしていただいた時に何だか出てくる筋ですねこれが筋肉なわけです耳の後ろの出っ張ったところからあー鎖骨のところに続いているこの筋肉この筋肉をつまんで離す つままんですすといいっった体操を行っていきますここ神経がたくさん通っていますのでもみもみするっていうのはやめてくださいねそれではよ用意をしていきましょう右手の指をこのような形作ってくださいそして人差し指を下に向けますお顔は、えー、右 <laughs> 右を向いて えー、ごめんなさいお顔は左を向いてください人差し指の腹を強さ乳突筋に当てますそして親指と人差し指の腹で強さ乳突筋をつまんで離す少し上に上がってつまんで離す少し上に上がってつまんで離すそしてまたつまんで離すということをや はい、それですね鏡の前でやってくださいね一度そうすると今度やった方の口角がキュッと上に上がっているのを確認できると思いますそれでは反対側もやっていきましょう左手で L 字型を作ってくださいそして人差し指を下に向けますお顔は右を向いてください人差し指の腹を強さ乳突筋に当てます親指と一緒に、えー、つまんで離す 少し上に上がって、つまんで離す。上に上がって、つまんで離す。上に上がって、つまんで離す。という形になります。これ結構血流が良くなって、小顔効果も起こします。 目もすっきりして頭もすっきりしてきますので集中力アップが行われるということになりますお風呂上がりやシャワーから上がった時に何か保湿するために乳液やクリームをつけられることがあるかもしれませんその時にキュッキュッキュッ,キュッ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 っていう風に行っていただくといいかと思いますそれでは男性ホルモンを味方につける 体操をご紹介していきましょう実はですね男性ホルモン自分で作ることができるんですどうやって作るの筋トレなんですね運動や筋トレをすることによって男性ホルモンを作ることができるわけなんですその時に一番えっ、ー、と効率のいい体操どこの筋肉を鍛えればいいのって言いますと太ももの 筋肉なんですね、えー。一番大きい体の筋肉になっていきますそこを鍛えるのに最もいい体操がスクワットになるわけなんです力づくで座って立ってしゃがんで立ってっていうスクワットは膝を痛めてしまいますなので今からご説明する スクワット方法で行っていきましょうもし一緒にできる方は安全確保して一緒に行っていただいて結構ですもしできない方はこの写真で説明していきますねまずは足を肩幅に開きますそして足の付け根のところから体を前に倒していきますそしてそのままで両手を前に突き出すということを行います そしてそのままでですね、えー、太ももの裏側の筋肉が、えー、床と平行になるようにお尻をぐーッと下げていきます。そしてゆっくり上がります。あと4回、行って上がる。あと3回、下ろして上がる。あと2回、下ろして上がる。あと1回、下ろして上がる。 という形になりますそして、それとセットでですね、行っていただきたいポーズがあります。まずは、両手で拳を作ってください。その拳を斜め上に突き上げます。そして、斜め上を向いて、ニコッと笑って、歯を20本ぐらい見せてください。このまま5秒ホールドします。5、4、3、2、1。はい、OK です。 このせ。 その状態で男性ホルモンセットで体操していただくと男性ホルモンが分別されるということになるわけなんですね例えばとってもとっても緊張するプレゼンテーションの少し前であるとか行きたくないっていうところに行かないといけない時とか会いたくないっていう方に会わないといけない時そんな少し前にこの体操を行ってみてください。よよしっていうような気持ちに変わって やってててくくることがありますのでやってみてくださいそれではこれはトレーニングによって男性ホルモンがこう上昇されるということが分かっているというふうにお伝えしたんですけれども注意点があるんです睡眠不足の時例えば徹夜明けの時などいくら筋トレをしても運動をしてもテストステロンは あ出ません作れる。作ることができませんので注意をしてください。そして有酸素運動を行うことで直後のテストステロンは上昇されると確認されているんですが過度な有酸素運動を行った時にはテストステロンは上昇しません。例えばフルマラソンを行った後 ですね、なんと約3ヶ月ぐらいテストステロンは低迷しているというふうに言われています次に更年期障害と間違いやすい病気についてお話をしていきましょう男性更年期症状と障害ととってもよく似ている症状の一つに甲状腺機能障害というものがありますこの 甲状腺のホルモンの異常な分泌によって起こる病気、特にバセド病というものは、とっても高年期症状に似ています。血液検査ですぐにわかる病気です。また、治療方法も確立されています。それから、うつ病とあります。男性の高年期症状に最も強く出やすいのが、うつ症状というふうにありました。 精神病のうつ病と更年期うつっていうのは全く別物になります。精神病のうつ病は脳内の神経伝達物質の異常によるものです。更年期のうつ症状というのは性ホルモンの低下によって起こってくるうつ症状ということになっていきます。 治療法も違ってきます。えー、何かうつ、えー、症状があった時心療内科であるとか精神科を訪れ,る訪れる方が多くいらっしゃるかもしれませんしかし第2選択肢として、えー、そこ精神科の方で治療を受けるんだけれどもなかなか効果を感じられないといった時には第2選択として、えー、更年期 うつ症状というところを疑うというふうにしていっていただきたいと思いますやはり患者になりうる私たちが攻めの姿勢でお医者様と会うということがとても大事なポイントになってきます喉の渇きとありますドライマウスだからしょうがないわと思っていたら糖尿病が隠れていたなんていうこともありますそして更年期以降かかりやすい病気の中に 高血圧症であったりとか動脈硬化メタボリックシンドロームなどというものがありますそして自分で自覚できることの一つに ED 勃起不全という症状があります最初に自覚できる生活習慣病の一つになりますどうか軽んじないで、えー 自分で検査していく、チェックしていくということが必要になってきます。男性は血がドロドロになると勃起しなくなるというふうに言われています。カロンジン内で、やはりないでんだかよくわからない不調が続いたときには医師に相談をしましょう。例えば、泌尿器科に行って、えー、聞いていただくっていうのもおすすめです。また今ではメンズクリニックというようなものもできていますのでそちらの方に訪れて 相談していただくもしくはそ,そこに、えー、なかなか見つけられないということはもちろん PCB ドクターに相談をしていただくということが、えー、一番賢明だと思いますそして、えー、次に紹介したいのが AMS スコアという表になります なかなか皆さん病院には行き慣れていませんよねそしてこんんなぐららいいいいいで病院に行っっいいってての思思われるる方もたくさんいらっしゃると思います。そこでご利用になっていただきたいのがこの AMS スコア加齢の男性症状調査表というものでこれお医者さんの中でも実際に更年期かどうかっていうのを調べるために使われている表になっていきます。 17項目の男性高年期症状代表的なものが書かれていますそれをどの程度感じているのかというように数字を入れていきます合計点が 50以上になれば受診の目安にしてください。もしくは男性更年期症状であるということがわかるといった表になっています。これ、チェブラのホームページからどなたでもダウンロードできるようになっています。チェブラ .com スラッシュセルフハイフンチェックなどと入れていただくと、女性版、男性版、両方ともダウンロードできるようになっていますので、興味のある方はぜひ使ってみてください。 そしてあなたがもし更年期障害ですと診断された場合には治療法があります代表的なものにはホルモン補充療法 HRT そして男性,の男性ホルモン補充療法のこと ART アンドロゲンを補充するので ART というふうに呼ばれています 男性更年期という研究ですね実は1990年代から始まった比較的新しい研究になりますのでこの治療効果を示すエビデンスというのはまだ確立されていないそうです次によく使われるのが漢方薬ということになります漢方薬は体質を改善するものになります自分の体質に合ってないと効果を表すことができません えー、検索で漢方体質チェックなどと入れていただくと自分に合った漢方薬を探すことのできるそんな表が出てきますので興味のある方は使ってみてくださいそして運動食事サプリメントというふうにありますがやはり、えー、自分の生活習慣を正すことに。 それ以上にですね、えー、効く薬はないわけなんです運動自分に合う適度な運動を行うことで副作用はありませんよね食事やはり体っていうのは食べたもので作られている食べたものでしか作りようがないのがあ食事体であり、まあ、食事であるわけなんですね自分の体に合ったものを食べて副作用はありませんよね ただ食べることがなかなかうまくですね、バランスよく食べることができないという方はサプリメントを使用されるということも1つの賢明な方法かもしれませんこれからまだまだ続く人生ですね。 人生100年時代と言われていますもう今からですねコツコツと健康貯金をしていきましょう貯金の筋を筋肉の筋に変えてみましたこの土台のところにも運動食事睡眠とありますとっても大事なものになりますね運動していますかしていませんっておっしゃる方も今日から少しずつやるようにしましょう チブラ体操は時間も場所もお金もかかりません。自分の生活の隙間時間に取り入れてできるようにもデザインされています。是非取り入れて実行してみるようにしましょう。 運動しましょうっていうとついつい大きなことを考えたりストイックなプログラムを組んでみたりという方が多くいらっしゃるんですがその必要は全くありません自分のできる範囲でその日その日一日一日軽くできるものを取り入れるということが大切になっていきます食事 ついつい忙しいと後回しにしたりもう食べなかったりっていうようなことが食事ではよく起こりがちですよね。しかし食事って1つ見直すだけでガラッと変わるのがこの食習慣なんですね。ぜひまず自分がバラ よく食べられているのかっていうところから見直してください情報がもう今溢れていますのでよくあるのが一つの特,特定の栄養素を紹介されることがよくあると思うんですがバランスよく食べるということが最も大事なことなんですねまず自分がバランスよく食べられているか見直すところから始めてみましょう 睡眠そんなこと言われたってこの時期眠れないのよとおっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますただただ眠れないという事実に翻弄されるのではなくああのチェブラ体操で腹式呼吸を使いながら首の根っこを動かして自律神経を整えるあの体操をやってみようとか他にもいろいろいろとご自身のケア対策を持っていると 自分が思っている以上にですね、自分の自信につながっていくというふうになっていますのでぜひ自分のケア方法を探していくそんな機会にもしていただければ嬉しく思います。 今日は最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。これですね自分だけではなくて周りの人たちにもたくさん、えー、正しい情報を知っていただくということがとてても大切になってきます。今一緒に体操を少しやっただけで少し体調が良くなった気分が明るくなったって思われる方いらっしゃると思います。 そうなんですもう今自信に満ち溢れてきましたよね というように皆様のこの更年期が明るいチェンジオブライフになりますことを心よりお祈りをしています次は7月の17日に女性の更年期講座を行いたいと思っています是非今日吐いていただいた男性の方々も女性のことについても知っていただいてそしてパートナーへの理解また人間関係の向上 に改善に努め、えーえー、お役に立てればとても嬉しく思いますそれではあ本日もありがとうございました桃山先生よろしくお願いいたしますあ、先生ちょっと声が聞こえないんですか あミュートになっていると思います。はい、皆さん、いかがでしたいかがでしたでしょうか藤森さん、本当にあのいろんな情報とありがとうございました。ありがとうございます。はい、あのこれから Q&A のあのセッションを設けたいと思いますので、あの皆さん、もしよろしければ、1つ、2つ、あの何か質問を書いていただきたいと思います。あの 多分、ズームの上もしくは下ですね。そこに Q&A というところがございます。そこに、あの、質問を記入していただければ、匿名で皆さんに、あの、シェアをさせていただきたいと思います。皆さんが書いていただく間にですね、あの、少し CJC の活動のお話をさせていただきたく思います。こちら CJC シカゴ日本人会では、いろいろな活動をしています。 あのもちろんこ今回の健康セミナー,ーをはじめですねいろんなあのセミナーそして活動あのいろんなあの機会を作っていますけれどもあ今までの健康セミナーをあの申し上げていますとコロナの最新情報ワクチン情報そしてあの乳がんサポートグループこういった更年期セミナー子育てセミナー 発達障害サポートグループ、アメリカの通院情報などあのやってきています。そして、あの他、お助けマン、ハンディーマン、交通安全あ、運転安全セミナー、年金セミナー、ビジネスサポートセミナー。であの今週あったんですけども、シカゴの MBL の観戦、日本人あの野球選手、 応,応援するための観戦ですねこちらの方もカブスの,あのところで行いましたで本日のちょうどあの介護保険のセミナーそして就活セミナーあの先週やったばかりですで来週からですねあの月例ワイン会を始めていきますそして毎月いけばなと習字のお教室を始めました まあコロナでストップしていたんですけどもあの再開したところですそして8月には1年に1回のシカゴ日系ピクニックこちらはですねあの,あの大きなあのバッシーウッドというところで皆さんであのピクニックをし,していきたいと思いますで9月の あのレイバーデイウィーケンドに三つ輪の駐車場でフリーマーケットを行う予定でございますので、ぜひぜひ皆さん、あの、あの来ていただきたいと思います。そしてボランティアを募集しております。CJC お助けマンというのは皆さんのために、あの、家のちょっとした修理をあのしていただきたい、修理をしてもらいたいという方のために、あの、やっている、あの、今、二人の、あの、 会員の方が、あの、やっているところなんですけれども、もしできれば皆さん、あの、お手伝いという形で何かを修理する能力があるとか、知識があるということは全く問い、問い、あの、あの求めていませんので、ぜひ、ちょっとお、あの、ボランティアをやってみたいというところでしたら、こういった、あの、お助けマン、もしくは IT のところ、もしくはちょっとこう、あの、 こういったあのパンフレットを作るお手伝いをしたりとか、そういったところでもあのできますので、シカゴに住んでいる皆様のための会というところで会員になっていただく、もしくはボランティアで活躍していただくという機会がありますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、何か質問ありますでしょうか まだちょっと、あの、シャイなところなのかな。あの、まあ、私の方から、あの、まあ、私、皆さんご存知かと思いますけども、内科医としてシカゴの郊外であの活躍しているものですが、あの、更年期という言葉はよく、あの、見ますし、うん、あよく聞かれる、あの、言葉です。これは、まあ、も,しもちろん女性ももちろんですけど男性の方でも、あの、いろんな、あの、 場面でお話しする機会があるんですけれども先ほど藤森さんがおっしゃってたようにあの更年期という形であの病院に来ていただくことは実際には少なく男性の場合では実際にこう疲れやすいとかあの眠れないとかそれとか育毛の,の異常があるとかそういったお薬が欲しいとか。 それとも、勃起障害とか、そういったお話があって来られる方で、もう直接来られる方もいらっしゃるんですけども、実際には、メンズクリニックに行ってみたとか、っていう方が、あの、そこで処方された薬がありますよっていうふうに伺うこともあるので、 実際には知らないうちに皆さんそういった意識がまあ40代後半もしくは50代半ばぐらいにされる方が多いんじゃないかなっていう印象があります。ですからまあこういったあの今日藤森さんが提供してくれたグラフとかを見ていただくと自分の体の変化っていうのはこれからあるんじゃないかなっていうふうに思われる方そしてあの指摘される のあの自分の周りの方に指摘されるということもあったとしたら、ちょっとこういったあの更年期という言葉を見て、いろいろとあの意識していただくといいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか何か質問ございますか 藤森さんの,あの周りでもその男性更年期っていうのであのこういったセミナーを聞い,ていただき聞いてみたいっていう方っていうのはあのどういった場面でありましたかそうですねやはりあの仕事で、えー、ストレスが、まあ、かかっているだとは思うんだけれどももう疲れると疲れが取れないっていうような悩みをお持ちの方が。 多くいらっしゃるんですねでその方々があーひょっとして更年期にあたる方なのかなっていう年齢の方が多くいらっしゃるっていうことなんです。でやはり私にこう打ち明けていただくっていう方はもう数少ないと思うんですけれどもやはり誰にも言わないっていう方が多いっていう印象がよくあります。 あと発散するストレスを発散とか気分転換するっていうことがあまりうまくできない方っていうのも多くいらっしゃるというところだと思います。え女性は比較的あのお話しされることが得意でえいろいろ言っていただくんですけど、男性の場合、えー、少しこう打ち明けることをためらうというか恥ずかしいっていう方がこう。 たくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに、えー、思っています。しかし興味はあるんですけれど、それ以前にですね、 更年期についての知識が全くないっていう男性の方が非常に多くいらっしゃいます。もう知識がないのでまずもって興味を持たないということですね。なので、えー、こういう講座があったとしてもなかなかこう興味を引かないっていうところがあるんだと思いますね。なので今日もしあの男性の方こちらの講座聞いていただき、 言っていいる方がいらっしゃればですねぜひ男性の方にこういう講座があったよこういう情報を聞いたよっていうことをぜひ広めていただきたいなというふうに思います。 それは本当に、あの、そうだと思いますね。皆さん、こう、あの、なかなか口に出せない、聞けないっていうのが絶対あると思うので、それで知らないうちに、この頭痛があって、肩こりがあって、薬の飲む量が増えたとか、不眠があって、ちょっとサプリの量が増えたとかっていうので、知らないうちに体の変化を感じていながらも、こういった情報がな,なくって、わからないっていう方も、あの、すごく多いかと思うので、もし機会があれば、 こういいいいったたお話を周りの方にししていただくととよろしいかなと思いますあのそして一応 CJC のウェブサイトそして CJC のフェイスブックにもあの後日こちらのウェビナーの方をアップさせていただきたいと思いますのでもしこういったウェブサイトを通してであのこの講義を聞いていただくということがあってもいいかなと思うので皆さんぜひよろしくお願いします。 はいそれであの、まあ、女性の更年期のセミナーは同じような感じであのあの藤森さんにあのそうですね2ヶ月に1回ぐらいこういったあの形で講演をさせていただいておりますのでもしあの次回皆さんあの参加できればよろしくお願いしますそしてぜひチェブラ体操あの本当に簡単,簡単にできるので1日1回 もちろん1日2、3回でもやっていただくとあの気分転換という形でもすごくためになるんじゃないかなと思います。ぜひぜひあのご検討ください。はい、えもしあのきあの質問あのなければ、これであのこの回をあの終わりにさせていただきたいと思います。一応その,あの ズームをあの大会するときにですね、一つあのアンケートがございますので、アンケートをあのご協力お願いします。それによって次回の,あのこういった会のためにいろいろな情報をあの提供していただくと助かりますので、よろしくお願いいたします。では、本日は、あのチェブラ体操、その更年期、男性更年期の,あの セミナーご参加ありがとうございました次回まで皆さん元気でいてくださいじゃあまた失礼しますありがとうございました